世界最強の男でのプッツナウスキー、マリウス・プッツナウスキーは、ポーランドの総合格闘家、ウッチ県ビャワラフスカ出身、プジアンチーム所属。ワールドストロングストマンコンテストにて3連覇を含む5回、優勝。ビャワラフスカ生まれ、父は重量上げの選手だった。幼い頃からスポーツに興味を持ち、11歳の頃に曲真空手を学び出し、 現在極真空手四4級である。13歳の時から筋力トレーニングをしている。15歳の時、ボクシングも始めたが7年で辞めた。16歳の時、ポーランド重量上げ選手権に出場し、プロスポーツ界にデビューしたその後、欧米で人気の力自慢イベント、世界最強の男で5回優勝。二千九年十二月十一日、地元ポーランドのイベントである、 KSW12 のメインイベントでプロ総合格闘技デビュー。マルチン・ライマンと対戦し、試合開始43秒で勝利を収めた。2010年5月7日、KSW13 で川口雄介と対戦し、3から0の判定勝ち。2010年5月21日、アメリカの総合格闘技大会、モーシンのメインイベントで、 元 UFC 世界ヘビー級王者のティムシルビアとスーパーヘビー級契約で対戦。2R にサイドポジションからのパウンドによるタップアウト負けを喫した。2010年9月18日、KSW14 のメインイベントでバタービーンと対戦し、パウンドによるタップアウト勝ちを収めた。2011年5月21日、 KSW16 でジェームス・ストンプソンと対戦し、片方めで一本負けを喫した。2011年11月26日、KSW17 でジェームス・ストンプソンと再戦。試合後には2から0の判定勝ちと発表されたが、採点ミスがあり、実際は1から1の判定ドローだったため、2日後にノーコンテストに変更となった。 2000年から2001年までの19ヶ月間、プッツナウスキーは暴行の罪でオビチの刑務所に服役していた。インタビューにて、彼は18歳の少年を虐待している地元のマフィアのボスを止めたかったと話していた。男性は後に、プッツナウスキーを、障害と金の鎖を盗んだ角で訴訟を起こした。ありがとうございます。